人々が行き交う場所に花が植えられます。緑があふれる通りでは人々の交流が盛んになりました。町は新たな魅力にあふれます。住宅地から始まる緑の町づくり、陽光台五街区周辺地区は緑を通じて地域の絆が深まっています。平成30年度から令和2年度にかけて、郊外住宅地である陽光台五街区周辺地区は横浜市の地域緑のまちづくり事業の助成を受け、地域緑化に取り組みました。ここの団地っていうのはよそでも有名なほど、団地できた時から非常に緑の環境がきれいだったんですね。でそれがだんだん高齢化してって、なかなか行き届いてない状態っていうのがありまして、300株のですねお花をちっちゃい子から学校の先生たち、校長先生にまで加わっていただいて、みんなでお花植えをやって、でそういう事業を平成29年にやりまして、でその事業を継続発展させていくにはどうしたらいいのかなとっていうことを考えていたところにですね、横浜市の緑アップ事業っていうのがあるよと、じゃあそれに立候補しようよということで緑化整備をやらさせていただきました。高齢者が非常に多くなっている、とにかく外に出て歩いてもらおうと、引きこもりにならないように、でそうするためにはやっぱりお花を見て歩く、何かのきっかけで外出ていただくと、でそれをこの地域全体に広げていこうということで、この団地の中だけじゃなくて、小学校の方まで、広げる計画にしました。陽光台五街区周辺地区では、まず団地の外周道路に、続いて中央道路にプランターを設置し、四季折々の花を植え、季節感を演出しました。プランターには地元の子どもたちが描いた絵をアクリル板に転写して取り付け、行き交う人がより楽しめるように工夫しました。給水については、建物の雨どいから雨水をタンクにため、壁面のパイプを伝って一度に水やりができる装置を設けました。住民が集う地域施設の周りにも花を植えて、人々の交流がより盛んになるように努めました。また小学校でも花壇の整備やプランターの設置を行いました。地域の方が一丸となって、本当にこう素晴らしい活動だなというふうに思います。通りが明るくなって、でも道行く人がこう見て喜んでらっしゃる姿がよく見られますので、今後もこの活動をどんどん発展していけたらいいなと思っています。窓から外見ればすぐは変化が見えるという形になってくれたおかげで、まずはその自治会活動とかそういうものにみんな興味を持ってくれるようになった。自治会への理解度、協力度が上がったといいますか。そしてやっぱりお花を手入れ、花がら摘みとかですね、お水やりしてもらってると、そこをちょうど通りかかった人たちがまた、お花きれいでいいわねとか、そこで会話がまた生まれて、小さいお子さんからですね、高齢者、親子2世代3世代にわたっての一緒にお花植えるとか、そういうことができて、多世代の交流っていうのがうまくできてよかったなと思ってます。外の道路にですね、54基のプランター、それと中央道路っていうところに33基のプランターを並べまして、そこを利用してですね、陽光台地区で行われているキャンドルナイトというイベント、お花だけじゃなくね、いろんな事業にそれをうまく有意義につないでいくってことを心がけてます。でこれからやっていく人たちは、非常に敷居を高くすることなく、地域の他の団体さん、学校とかケアプラザとか仲間をいっぱい増やして やっていかれたら、また違うアイデアも出てくるし、いいキーポイントになるんじゃないのかなと思います。住宅地を中心にした取り組みは、この他にも各地で行われています。例えば、地域住民の自宅での緑化や、大規模商業施設での緑化。さらに、団地の広場での花壇作り。また、
ハンギングバスケットの講習会など地域の中に緑の交流の輪を広げています。横浜市では地域緑のまちづくり提案を募集中です。